はい、こんにちは、バートマンです。今日は冒頭の演奏から分かるようにカッティングをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、カッティングなんですけども、カッティングはね、もう YouTube にもたくさんありますが、それでもどうしてもお分かりじゃないと、カッティングができない、ピックがぐるぐる回るいろいろね、お悩みが届いてますんで、僕が、僕流のやり方でですね、カッティングをお教えしたいと思います。というわけで、いろんな部分をですね、一個一個見直してですね、もうこの動画を見合った頃にはもう完全に分かったと言えるようにしたいと思います。はい、それではチェックポイント1、どんなギターを使ってますか、どんなギターを使って練習してますか。僕の練習を今まで見てきてくれた方は分かると思うんですけども、やはりここもギターがとても大事ですね。今までですね、僕のレッスンをご覧いただいている方には、ご存知の通り、僕はその目的に合ったギターを使おうと言ってきまして、まあできるだけ弾きやすいジャンボフレットとか、まあメーカーで言うならアイバニーズ、いやいやいや、40代以上ならイバニーズですかね。イバニーズのギターみたいな、弾きやすさ重視のギターを使って練習しましょうよという話をしてきました。ここでやっとオーガニックなギターが必要になってきました。はい。フェンダーを使いましょう、カッティングには。この理由をお話ししますね。はい模様替えしてきましたが、まあこれはあのヴィンテージの、ジャズマスターなんですけども、まあフェンダーのギターだったら大体どんなギターでも大丈夫かなと。まあヴィンテージタイプの方がいいですね。なぜいいかと、言いますと 7.25R なんですよ。 7.25R、 まあちょっと新しめに作ってあって 9.5R でもいいんですけども、できるだけね、指板は丸い方がいいですね。要はカッティングをね、チャッチャッチャって実は切ってる方って右手の感じがしてますが、実は左手なんですよね。左手でこうやってこう引いたものをってこう手を離さないと切れないわけですよ。なので、押さえるにしても離すにしても指ってそもそもほら曲がってません。まっすぐする方が難しいですよね。というわけで、アイバニーズのような、まあちょっとフレットがこう平ら、まあギブソンもそうですね。平らなギターはですね、早弾きとかをするのにはフォームが崩れにくく、こうまっすぐの平坦の部分を駆け上がっていくようなイメージができるので、左手がですね、簡単なんですけども、カッティングはですね、この自然な指の形のままシュッシュッってこう押さえ込む、こうやって。逆にこう平坦なところに当てようとすると指を伸ばさなきゃいけませんよね。こうやってキュッとキュッとこの伸ばさなきゃいけない行動が入るし、抜くときも実はこう、ほら見てください、指先と指の付け根の方が離れにくいですよね。こうやっぱり自然に力を抜こうとすると指先って残っちゃいますよね。それでね、カッティングのキレが悪いんですよ。だからいわゆるそのアイバニーズとか、いわゆるその早弾きに特化したギターを持ってる人たちがことごとくカッティングができないのはそのせいです。僕は間違いないと思ってますね。指の形になってないんです、指板が。なのでここはもうカッティングを覚えるためという意味でもあるし、やはりどんなにハードロックとか大好きな方でも、まあ誰かのバッキングをしない、一生しないってこともないでしょうから、ぜひね、こういうタイプのいわゆる指板 R がしっかりしたものをですね、買っていただきたいと思っております。それでかなり僕のレッスンでは効果が出てます。はい、間違いなく。二つ目はですね、弦高です。チョーキング詰まりというのを起こすっていうのを聞いたことあります？あれはもうまさにこの今さっき言った 7.25R みたいなヴィンテージタイプの指板の作りになっている、いわゆるフェンダーが一番最初に考えた作りのまんまになっているギターによくある話なんですけど、15フレットあたりがね、やっぱりまあその構造上、こうやって今僕の音もちょっと少し途中が途切れかかってるかな、うん、
あまりに下げると、原稿をね、あまりに下げると、チョーキング詰まりっていうのを起こすんですよ。というわけで、ここは、その7.25R を使うという前提でも、まあ、9.5 でも、いわゆるもうちょっと現代的な指板でも、どちらでも構いませんから、とにかく、1弦から5弦までを17フレットの頭から弦の底までをね、この幅をですね、2ミリにしましょう。2ミリ。17フレット上ですよ。ちょっとね、ネックのもう曲がり具合によっても随分変わるんですが、ちょっとその、ね、皆さんのネックまでちょっと僕は見てあげられないので、あの YouTube 上でね見てあげられないので何とも言えないところがあるんですけども、一応形だけ教えますと、17フレット上で、1弦から5弦までは2ミリ、6弦は 2.2 ミリという 2.2 という 0.2 どうすんねんって感じですけど、おおよそちょっと上げればいいんですよ。ざっくりいきましょう。ざっくりね、2.2 ミリぐらいでやりましょう。弦高を上げてみてください。そうすると、まあ、今のギターは結構早弾きをしようと思って、こう、弦高を下げてあるのが多いので、どこって感じかもしれませんけど、これは2ミリに合わせてます、やっぱり。僕のギターほとんど2ミリか、まあ、2ミリちょっと下げてるぐらいかですかね。じゃあ、なぜ2ミリに下げなきゃいけないかっていうのは、もちろんその、7.25R という指板 R に対してチョーキング詰まりを起こさないというのが2ミリなんですよね。フェンダーが、工場出荷時に調整している高さが2ミリなんですよ。2ミリと 2.2 ミリなんですよ。なのでフェンダーとしてはこのぐらいの弦高を保つことを前提として、7.25R にしてますよっていう出してるんですけど、それはもう今や誰も知らないので、弦高を下げていくとチョーキングが詰まりがしますっつって、まあみんな指板削っちゃったりするんですよね。なので一度初心に立ち返って 7.25R に合わせます。そうすると弦がある程度浮くと思います。これでね、カッティングするというか、指の力をふっと抜いただけでミュートされるはずなんですよ。1.5 ミリぐらいから離そうと思っても弦がね、そんなに、なんていうの、張力がないというか、弦ってこう、押さえた分沈んでるけど、1.5 ミリだとね、すぐこう、フレットに当たってるんで、あんまりね、戻ってこないんですよね。だから、カッティングが、こう、気持ちよく切れている感じがないんですよ。なんかね、なんつったらいいかな。こんな感じに聞こえます。なんかね、こう、残ってる感じ。なんかちょっとどっかが当たってますよねみたいな音になっちゃいますね。それがだから2ミリにすることによってスパッと切ります。はい。なのでまずそのカッティングが切れているというこの感じをですね、掴むために2ミリにしてください。もっと上げてもいいです。分かんなかったら3ミリにしても全然構いません。分かるためにまずそのサウンドを自分の体、脳で覚えてしまえば、弦高は下げていっても、あとはね、手先のコントロールでなんとかなりますが、カッティングが切れてることをまず体感できないと絶対に覚えませんから、弦高を上げてください。はい。じゃあ次行きましょう。また模様替えしましたが、ストラトタイプを持ってきました。次はですね、チェックポイント3は、ピックアップの調整なんですよ。でピックアップの調整って結構軽視されてるんですけども、ピックアップのこれほらコイルの高さって、ストラトってコイルの高さがいろいろ違うの知ってますよね。あの一部が安いギターとか、あとはまあ1970年代のストラトとか、そういうのはですね、一部こうフラットポールピースって言って高さがバラバラになってないピックアップもあるんですけども、基本的にはピックアップのポールの高さはバラバラというか、各弦の音量に合わせてあるものがベストですね。っていうか、ピックアップがバラバラになってないとというか、ちゃんと音量に合わさってないと絶対にカッティングできません。はい、残念なんですけど絶対にできません。なぜかっていうと、弦によって音量が違うんですよ、やっぱり。しかも例えば1950年代のピックアップを真似したトール G といって、なんかね、3弦がめっちゃ高くなってるのがあって、なんでかっていうと、昔は3弦まで巻き弦だったんですよね。巻き弦だったので一番その芯線が細いのが G
実は3弦だったんですよ。今は3弦がプレーン弦になったせいで、要は巻き弦じゃなくなったせいで、その分こう新鮮というか、まあ周りに巻いてない分太くできたんですよね。だからボリュームが大きくなったので、ピックアップの高さを下げれたんですけども、昔は足りなかったもので、トール G になってたんですよ。なので、まあ、高さを出してたので3弦だけでやたらでかいんですよね。あの、一度つけたことがあるんだけど、なんでこれ売ってるんだろうなって思ってたぐらい、まあ、たまにいるんでしょうね、まだね、あの巻き弦で昔ながらの演奏方法でやられてる方がいらっしゃるのかもしれませんが、そういうわけで、トール G をつけてしまうと、大変なことになりますんで、ピックアップもしくは例えばハンバッカーの人はですね、あのネジをクリクリクリって巻いて、各弦の音量に合わせてこうジャンって弾いた時に、って弾いた時に全弦が同じ音量でスパーッと出てるような、感じでですね、調整していただきたい。でまあ簡単な話、まあ、コードを押さえて今カッティング用にフェーザーかけてるけど、ちょっと抜きましょうか。あの、はい、一つ一つの音がちゃんと同じ音量で出るように調整してください。これめちゃくちゃ大事。みんな適当にやるけど、カッティングにはこれが一番大事ですからね。というわけで、まだまだ話は続くんですけども、長くなってしまいそうなので、今回はこのぐらいにしたいと思います。参考になった方はチャンネル登録の方をよろしくお願いします。次回もお楽しみに。それでは。